ないし、あんまやりがいないし、うん、なんかじゃあみんな応援してくださいって思った。応援して、うん。応援したんだけどね、ありがとう、本当に。まあパラメーターそんな上がってなくても、まあ、勝てた、自分は、自分の試合は。そう、なんかさ、でもさ、チーム系、私のファンの方も、てかなんかさ、もうよくわかんない波動、なんかどういうことなんだろうと思って、なんかチーム K の席じゃあ当たんないから他の席で応募して当たったみたいな。でもそういう人いっぱいいるじゃん。私のファンとか K のファンだけじゃなくて他のチームのファンもそうじゃん。謎のなんか心理戦みたいな感じで応募するやん。あるあるじゃん。いいんですよ、そんな。なんか誰々のファンなのにどこどこにいるみたいな、めんどくさい。なんかいいじゃん、もう。なんか来たいんだからしょうがないじゃん。そういう仕組みで売ってるんじゃん。だから私のファンの方も K 以外の席にいるよ。めっちゃっていうか普通にどこどこで当たったとか、 K のファンじゃないけど K の席にいる方もいるよ。 K のファンだけど他の席にいる方もいるよ。もうよくない？でも形跡に他の推しいるとイラッとするんだって。そうだよね、だってそうだよね、他、うん、そうだよね、みんなにとってはね、対立構造の方が面白いからな。だってなんかもういいよ、うん、こっちは良くないとか言えない。だってそうだよね、みんなにとっては。みんないつもだって心理戦でさ、今回は K で応募するか K じゃないところで応募するかって思ってるでしょ。で私たちはそうやっていろんなところに潜り込んだいろんなファンの方を見て、わーって何々席なのに何々にボールあげてたっていうさ、言わなきゃいけないみたいなさ風潮、良くない？その流れ、もう一回、毎回その流れ言わなきゃいけない、そのくだり、もうよくない？もうそう、言わなきゃいけないの。よくない？そう、それでさ、でもみんな喜ぶじゃん。何々席なのに何々にあげてた、わらわらわらって楽しいね。楽しいね。そう、
早く寝た方がいいだって。そう、今日早く寝る。すごいさ、楽しかった、楽しかったです、うん、めっちゃ。え、本当楽しかった、めっちゃ今日タコの耳つけれたし、次イカつけるわ。とても可愛かった、ありがとう。次の波動どんな髪型しようかな。Kは毎回盛り上げてくれた、本当楽しい。だってなんかさ、そう、楽しくて3時間あっという間だった。よかった、嬉しい、楽しんでもらえて、うん、めっちゃ楽しいよ。アプリだったけど、よかった、そんな言ってくれて。今日はさ、あれだったでしょ、なんか電波悪いみたいな、電波があんま良くないみたいな感じだったんですよね、うん、動画がループしてた。前半全く見られんかった、ね、残念。うん、おかげで質問コーナーおもろかった。でも何質問されるのか分かんなすぎてめっちゃ怖かったよ。ずっと会場でアプリ応援みんなやりたくなさそうだったね。だって、そう、あと油揚げだって。そう、油揚げのはね、昨日夜ご飯ね、私寝てってさ、一人でもう寝てたら、こう、お母さんもお父さんも夜ご飯食べ終わってて、一人でご飯食べたんだけど、油揚げがあったの夜ご飯に。え、何これって思って、油揚げだけみたいな思って食べたら、油揚げの中にチーズとなんか水菜かなが入ってて、え、何これって思って、めっちゃ美味しいって思って、お母さんに聞いたんですよ。え、これ美味しいみたいな、油揚げの中に水菜とチーズ入ってる、めっちゃ美味しくて、今日の朝も食べたんだけど、めっちゃ美味しくて、でそれとパンだったの、朝ごはんは。そう、でも油揚げの中にチーズと水菜入ってるって言ったらさ、なんか話広がって、なんかすごいめんどくさくなりそうだから、油揚げとパンって言った。そう、
っちゃ美味しいの、油揚げに水菜とチーズのやつめっちゃ美味しい。私油揚げそんな好きじゃない。お味噌汁に一番入っててほしくないのが油揚げなんですよこう見えて。そう、本当に油揚げ好きじゃなくて、だから昨日もえっと思って、油揚げってなんでって思って食べたらめっちゃ美味しかった。そう、こんばんは。一番入っててほしいものはなんだろう、つくね、なんかつくね、なんだ、鳥の、鳥じゃないか、魚のね、つくねみたいなのが、ね、私の家のお味噌汁に最近よく入ってて、それがめっちゃ美味しいから、そのつくねみたいな、つみれ、つみれかな、つみれが入ってたらめっちゃ嬉しい。イワシ、そう、イワシのつみれでお味噌汁で入ってたら、うわーって思うのが油揚げと豆腐。そう、そう、つみれの入ったお味噌汁がめっちゃ好きなんですよ。だから毎回つみれ入ってる最近。今日も家帰ってきて、なんかご飯あるって聞いたら、チャーハン作ってくれた。チャーハン食べたいって言ったらチャーハン作ってくれました。だからチャーハン食べた、さっき。チャーハン食べた。マリアと食べたよ。マリアとハンバーガーとか食べて、あとケーキとかも食べた。マリアと初めて外で歩いた。明日お話し会まだ何着るか決めてない。どうしよう、わら、どうしよう、どうしよう。何にしようかな。服は着てね。着ます、着ます。今日なんか私に波動の密着のカメラついてた。でも全然喋ってない。なんか今日昼からだったじゃないですか。だからメイクの時間とか全然なくて、ちょっとあんま密着されてる感なかった。お話し会行ったことないです。再販とかあるの？だってもうないんです、再販は。今ないの。もしさ、またお話があったら来てね。それまで忘れないでください、
メガネ姿初めて見た、だってメガネ、バレンタインお父さんにあげるの？だって、いや、あげない、誰にもあげないかな、バレンタインは。誰にもあげません。くださいだって、私本命しかあげないんですよ、チョコレート、すいませんね、うん、私は、今年のバレンタインはマジバレンタインを感じることのない日になる。でもね、おん、バレンタイン自分が食べたいよ、チョコ、自分が美味しいチョコ、人になんかあげたくない、自分で食べたい。そりゃそうだ、自分用にしか買わないだって、それな、最近の流行りを教えて。なんだろう、耳たこ、ギリチョコだけはなくしてほしいだって。ギリチョコって何、どういうこと、ギリチョコってどういうことですか、ギリチョコって何、どういうこと、何が何が、ギリチョコって何、とりあえずあげとくかみたいな、付き合いであげるチョコだって。こんなチョコ食べれるといいですね、バレンタイン。皆さん、今日はそろそろ寝ますか、早めに。
いや明日何着るか今から考えますということで、じゃあ最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位カホ、12位ファデル、11位トッサンアットダシ、10位ピザ、9位アヤカンアットエクステ、かわいい、8位中堅、7位ジャンアット群馬ニアおだし、6位マッカーシーアットおだし、5位ソニー、4位ひとくまさとる、3位白ジーアット ODA 神押し、2位マッカーシーアット、見ちゃった、2位マーアットおだし、そして1位はガパオパオライス、ありがとう。ということで皆さん、明日お話し会よろしくお願いします。ということでおやすみ、バイバイ。